はい、ディアオチャンネルのママでーす。今回はとうとうコンテナカスタムが出来上がりました。よっ。大体こんな感じの形にはなってきて、めっちゃいい感じや。見てもらおうかな。A double vision. Does Megan Fox have a Twitter something? Might be the Prozac kicking in, but she talks of drinking my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you. I just wonder where they are. You like my Batman T-shirt? It costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe.Crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. Get a little.Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style. じゃん、どうですかこれ。めっちゃかっこよくない？ざっとこんな感じだね。うん、ざっとね、あの黒をちょっと中心に置いてちょっとポツポツとね、色味入れてみたけどめっちゃかっこいいでしょ。かっこいいな。かっこよくない？なんかいい感じにできたと思う。なんかたまたまいろんな出会いがこう集合体みたいになって。そうだね。じゃあ一つずつね、うん、紹介していきましょうか。じゃあ一つずつ紹介していきます。はい、こちら有効ボード、真っ黒の有効ボードにドロッパーズプレミアムさんにシルクスクリーン吸ってもらいました。有効ボードつけるときは絶対ドロさんに吸ってもらうって決めてたから。まだいろいろね、こうつけていきたいけど、やっぱここ隠すんがなんか私ちょっと急いで、アマゾン、あ、はい、でちょっと頼んだやつが、そうそう、まだ、うん、今日おそらく届いてるっていう。あ、そういうことね。そうそう、それをつけて完成かな、やっと。そうやな、ちょっと完成に近づくかな、うん、ただこれを何かけるかはちょっと、そう、もう何もかけれてない。このポイントは言ったらシルクスクリーン、ドロさんのシルクスクリーンと、そう、シルクスクリーンとたまに入ってる真鍮、ほんでそう、ハイドアウトのこの名もなきランタン、これめっちゃ合うやん。これに真鍮がやっぱ合うな。このね、フックはホームセンターやからどうかな思いながら買ったけど合うやん。うん、合う合う、真鍮やっぱり合うわ。あとこのマジックテープで今とりあえず止めてるけど、なんかもっとかっこいいのがあったら、なんか革のベルトとかに、だから革言うたらこのこういうことやんな。そう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 、これがここにつくってことだろ。そんなもんをどこで買えるんだっていうのが分からへん。まあまあ、そうやってちょっとずつ仕上げて、変えていきたいですね、うん、いけたらなって思ってる、うん、この辺は有効ボード周りは。まず一つ目のポイントは有効ボード。有効ボード、もうこれはもう絶対と思ってる。多分この色使ってる人って俺見たことない気がする。黒やろ、うん、うん、マットな黒やもんな、うん、あの鉄の鉄板みたいなのは結構おるけど、あの東光ワックスさんとかが出してる。ああ、はいはい、そう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 、そう。でもこの木やからね、木にコーティングしてるみたいな。これいいっすよね、うん、です。じゃあ次のポイントいきましょう。はい、じゃあ次のポイントいきます。はい、次はムックデザインワークスさんに作ってもらったこの天板です。これがまた一枚一枚この4枚組になってて、ポイントはね、ここがちょっと前後変えることで、ここの切り込みがあるかないかで気分で変えれるっていうね。変えれるんですよね。そう、実際にちょっと今あの切り込みが入ってる方で並べてて、これを変えるとこういうことだよね。ここはちょっと広くなって雰囲気がちょっと分かりづらいけど、うん、分かりづらいけど、ちょっとあのなんていうかな、がっちりした感じになる。そう、ほんでここにちょっとムックさんとファイティアワのロゴが入ってて、これもねポイントになってると思う。前テーブルもムックさんに作ってもらったんやけど、同じロゴが入ってるんだ。そう、足のこの支柱のとこに同じ
感じで入ってんねんけど、またこれも入れてもらって、これもまたオリジナリティあふれる天板になったと思います。しっかりしてるもんな、うん、そうみたいな。そう、結構分厚めやもんな。分厚いし、しっかりしてる。でここにね、ここにはめ込むっていう感じで、こんな感じでね、はまってもうぴったりよ、ずれない。ぴったりされてるんだ。ぴったり、遊びない。これしっかりしてる天板作ってもらいました。しっかりするの。うん、木目もしっかり残してもろて。まあ、天板についてはちょっといろいろ試行錯誤あったけど、最後にたどり着いた形がこの4枚組の天板でした。はい、でこれ次はね、フォトキャンプさんで見つけたグラウスのエクステンションテーブル、これがまたね、連結してる人はおるんやけど、前につけてるんやけど、私はどうしても横につけたかったからちょっと考えて、まあ、はめ込めるようにちょっと細工しましたその引っ掛けるフックの部分ね。そうそうそう、フックの部分がどうしてもこの横のサイズに合ってなくて、うん、ちょっと私会社でね削ってきましたわ削ったりましたわ削ったりました。これはもうあれですか、やっぱあの工場系キャンパーの強み。そう、強みやと思う。そんなもんもうジャストフィットやもんな。うん、もう2ミリ削って片側2ミリちゃんとこう測ってこうやりましたよ私。片側2ミリずつ削ったら、このデルタの、うん、うんうん、そう、コンテナのサイドにつけれる。サイドにつけれるから、みんなこれ良くない。その代わりも一生使ってください削ってしまうともう一生使うの。そう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 、もうね、これすごいよな、この横ってのかな。うん、これをね、エクステンションテーブルつけることによってめっちゃ広々使える一つのテーブルの出来上がりですいやもうこれで多分ソロキャンプ完結できるんちゃうかな。できるな、うん、コンテナこれ一つ持っていけば、うん、もうテントいらんもん。うんいるやろ、それはいるやろ。バイク乗りの人とかめっちゃ後ろにコンテナ詰めるように。そういいと思う。だいぶ満足できるコンテナカスタムできたすごいわと思う私は。いいのできましたね。いいのできた。みんな真似してもいいよ削らなあかんけど削りたい時は私に持ってきて、もう削れるから会社であの昼休みにこそっと削るからそう、もうね、2ミリなんかあっという間よ。あっという間に。何削った？サンダー？あの、あれよ、ブラインダー？そう、ベルタ。最後はちゃんとバフで仕上げてんな。が綺麗にな、うん、痛いからやっぱ削りっぱなしはね、丸めてくれてたな。そう、綺麗に丸めてね。これがもうプロの仕事ちゃうかな知らんけど足問題が、うん、あったんやか高さ的にそのエクステンションテーブルと同じ高さになる足みたいな。そうそうそう、でユニフレームのはいフィールドラックやと、はい、うん、カチッとはまらない。あ、そうやね、ちょっと乗り上げんねんな、うん、乗り上げちゃうからね、あの縁に。うんうんうん、ワンダーアウトさん、さすがです。黒が出てました。やっぱ黒かっこいいな、うん、前までシルバー使ってんけど、うん、黒がいいかなと思って。黒がいいよやっぱり。黒にしました。かっこいい、高さもちょうどいいし。じゃあ最後にね、はい、仕掛けがあるんですよ。はい、ちょっとやってみます。わかりにくい、わかりにくいアップちょっとこれね、昼やから分かりにくいけど分かりにくいな。そう、色がね光るんすよ。光るね、いろんな色。まだね、ちょっと夜の映像、はい、これ差し込んどきます。はい、これでいいです。こちらです。うわすごい、めっちゃ綺麗。やば、なにこれ、ちょっと幻想的じゃないよう思ってるわ、ドロッパーズさんが。そう、浮き上がってくるやろ。うん、これがやりたかったんですよ。へえ、すごいな。これはこれダイソーの。ダイソーの。そう、テープライトみたいな。へえ、よくない、うん、まああの電源いりますけどね、はい、ポタ電ありきの、うん、モバイルバッテリーとか充電式じゃないんで。はい、ということで今回はねコンテナカスタムの紹介でした。まあこれからねちょっとずつ有効ボードをちょっといじっていったりね、まだまだカスタムしていきます。
皮とか取り入れたら渋くなっていくんかな。あそこはな、ちょっとやっぱマジックテープってのが、うん、ちょっとこの辺がね。でもね、あのマジックテープだとあれなんですよ、僕の大好きなベルクロワッペン貼れるんです。ブラックレーベルさんのね、ベルクロワッペンこれちょうどいい、かわいいな、こういうのね、くるやし、そう、めっちゃいいよ。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。皆さんもね、ぜひコンテナカスタムやってみたら面白いと思います。いや、うまいことできたと思うっすよ、まあ、うん、グラスさんとはね、あの出会ってしまったから、すっごいよかったな、ほんまにたまたま出会ったから、やるつもりなかったのよ、ここで終わっとったんが広がったっていう。やっぱ単体とつなげるとじゃあ、うん、また変わってくるよ。そう、だからもう一個ここになグラスつけたら、めっちゃもう2個2個いく？いくな。もう立派なテーブル、長テーブルな。いや、もうテーブルいらないんですよ、ほな。ちょっとやめてください。テーブル。めっちゃすごないでも。なんでこうたんテーブルってなるわ。それ。うん。ということでどうでした？いや、もう2個目はやめましょう。いや、ちょっとやってみたいなと思って一瞬ちょっと、あ、ええやんこっちでも調理できる、あっちでもできるみたいな。こっちはな、だから言ったらそのフラットバーナー入れへんから、うんうん、天板をね、そうハーフユニットの天板でちょっとまた色出せるみたいなもんでしょ、だからそうです。いやいや、もうやめましょうもうなんぼ買いがあっても足りない。それぐらい幅が広がるよってこと、あ、コンテナは、あ、確かに、うん、そう、ほらもう横つけて、もう前もつけちゃう、どこ座んねん、そう自分どこ座んねんってなるやんいや、すごい、すごい、あの夢いっぱいよ、コンテナカスタムは拡張し続けるつなげれるとこまで宇宙と一緒ですよ、常にもうずっと膨張し続けてる、これの向こう側にもつなぐみたいな拡張し続ける、どこまで拡張できるかっていう、拡張系キャンパーで行こうか、これからやめましょう終わり見えないね。そうやな。ということで、とりあえずあのコンテナカスタムやっと完成に持っていけたっていう動画でした。みんなもやってみてね。ぜひ。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイテオチャンネルでした。バイバイ。バイ。Thank you. 今年初めてのバイセンキュー出ました忘れ去られてんのかなって思ってたけど、これはもうパパさんの役目やから、これでもカスタムのね、もうママさんだからね、ゲッツアンドターン、はい、バイバーイ